皆さんこんにちは。サカズギャラリービデオレポートです。今日はですね、今回はですね、こういったスタティックグラスっていうんですけども、まあスタティックって静電気っていうんです。静電気でこう静電触毛の原理を利用して、この細かい繊維を立ててリアルな草を作る方法をご紹介します。で、まずこの繊維はいろいろですね、長さだとかこう色もいろんなものがあります。メーカーもこの、グラスマスターっていうこの静電気を発生する機械と同じメーカーのこのノッホっていうところだとか、まあジョーフィックスだとか、あるいは他のメーカーからもたくさん出てるので、まあできればサカズギャラリーの店頭で、特に色はですねなかなか難しいので、もう様々なこう色があるんで、実際にご覧になって選んでいただくのが一番いいんですが、まあご遠方の方は仕方ないんで。で、まずはですね、こういった一番短いもの、これ 1.5 ミリと 2.5 ミリの短い繊維をこう混ぜてあります。ある程度こうダマっていうか塊になってるんですが、これほぐしましてね、でこちらのこれグラスマスター、これの中に入れます。入れる時はね、かなり余分にこう巻く量よりもかなりこう余分に入れてください。で、後でまあ回収すればいいんで。で、このグラスマスターにはこう3種類メッシュがついてますけども、キャップですね。で、このうちの一番細かいメッシュのついたキャップをかぶせます。で、接着剤の方はですね、こちらにあるのがやっぱり同じの方から出ている専用接着剤ですけど、これはまあ専用じゃなくても大丈夫です。木工用ボンドでも代用が効きます。で、今日はこの部分に、グラスマスターで草を生やしたい。で、コツはですね、この接着剤をかなりこうたっぷりめにつけてもらいます。というのは、一回でこう草を表現するんではなくて、一番最初には短い、短い丈の繊維を巻きまして、2回目は中くらい、一番最後に背丈の高いものをこう巻いてもらうとかなりリアルな感じになります。1回でやるとね、どうしてもこう、まるでこう人工芝のようになってしまうんで、変化をつけるためにできればまあ3種類くらい、色もですね、茶色だとかグリーンだとか混ぜて。で、長さの方はですね、例えば N スケールだと150とか160分の1の小さいの、小さいスケールですし、逆にドールハウスでは12分の1というような大きいサイズを使いますので、長さはまあご自分で考えてやってもらいたいと思いますけど、まあいずれにしても何種類かの色と長さを使ってもらった方がリアルに、よりリアルにできます。で、濡れましたらですね、このグラスマスターの、途中からこういったコードが出てます。で、コードの先にはこうクリップがついてまして、実際にはこういうところにこう噛むんですけど、これはスタイロフォームなんで噛むところがないんで、この釘ですね、この釘を、加えまして、できるだけ近所にこう刺してしまいます。これによって静電気の電位差を利用した植毛ができます。で、このグラスマスターのスイッチを入れます。赤い電気がつきましたんで、これでここへ振りかけます。これカタカタ言ってますけど、中に入っている電池がですね、この胴体に当たってカタカタ言ってるんですね。で、こうある程度こう巻けましたらば、これできるだけ巻くときにですね、極力こう近づけて、土の面とこう巻く面と近づけてください。まあ、こすっちゃっちゃしょうがないんですけども、これがこう離れてますとね、多少立つことは立つんですけども、やっぱりこう近い方がこう強力に立ちますので、できるだけこう近づけてやってください。で、この巻き終わりましたらば、今度はこれを静かにより近づけて、この上をこう操作するように
静かにこうやります。そうするとこれよりね、あの繊維が立つんですね。で一応終わりましたらば、これの一番最初のこの細かいものは、あ、電気をこう切らないと、まあ、静電気ですごいですね、一番短いのを出しまして、次にこの中くらいの、だいたい5ミリぐらいのものを入れます。これもどんどんと入れちゃいましょう。でメッシュの方はですね、あのさっきはこの一番細かいのでしたけど、中くらいの、長さも中くらいなんで、メッシュの方も中くらいのものを選びまして、蓋します。でまたスイッチをオンにして、電気のこうつくのが確認できたらば、また先ほどと同じようにできるだけ近づけて巻きます。ある程度巻けたらば、上なるだけ近づけてですね、上をそーっと、こう見えますかね、そーっとこういうふうに上を電気をねこう当てるようにします。はい、では2回目が終わって回収します。3回目はですね、ちょっとこのオーバーにかなり長めの、まあ、1センチ以上あるものをこの中に入れます。まあ、ちょっとこれ N ゲージなんかだとね、長すぎますけども、まあ、35分の1のミリタリーだとか、まあ、24分の1の車の模型の条件に使う場合なんかは、まあ、このぐらいあると結構リアルかな。メッシュはね、ちょっとこのまま使ってみますね。これもやってみてっていうことがあるんですね。メッシュの大きくちっちゃいはね。で、これは電気を入れました。で、もう一度この上を巻きます。巻いたらば、これ、テレビ画面で見えますかね、タタタタタってこう立つっていうか吸い付いていくっていうか、ね、ちょっともう接着剤があれですかね、こうかぶってしまって、こう長いのが接着剤まで届いてない感じがしますね。もうちょっと 2回目にやるときにもうちょっと量が少なかった方が良かったかもしれません。でスイッチを切って、このアースを抜きます。で、こういった具合に出来上がりました。これでお分かりいただけますかね。こちら側にパックを置いてみますか。どのぐらいご覧いただけてるか分かりませんが、かなりリアルな草地ができたと思います。それではこれを応用して楽しいジオラマ作りを